別に嬉しくないプレゼントの時って何もらったとしても置いてっちゃうのね。俺黒人さんから黒抜きストリートファイターもらったんだけど、超会議のステージの上に置いちゃってさ、そのまま捨てられちゃって、でゴミ箱に捨てられたところを黒人さんが発見して後で持ってきた。うんこちゃん忘れてるよっつって、わざわざゴミ箱の中から自分の CD 拾って俺に届けに来た。うんこちゃん忘れてるよっつって、あーすいませんって、大事になんかその大事な先輩からもらった CD をゴミ箱に捨ててしまった。で帰り道に届けられた。うわー探してたんですよーっつって、そのままセブンイレブンのゴミ箱に捨てたポンつって、いらねえやつで、なんか後日なんか放送で使いたいからつってもう一個もらった。そういうとこあるからさ俺。ちょ一回俺ちゃんと向き合ってしっかり歌っていいか、国抜きストリートファイター。俺はバカにしていたのかもしれない、もしかしたら本当にいい歌なのかもしれない。一回向き合ってみる。リギリモギ通った泥臭い勝ちだって、どんな時も俺たち全てをかけたんだ。連呼止まらなくて画面が涙で滲むけど、無限に続くバトル励ましながらいつもお前を見ていた。いい歌。これは伸びるね、伸びしろが。こんな僕の先輩が出している CD、 在庫が9割残ってるらしいんで、皆さんもどうぞお買い求めください。詳しくは黒人スペース、プロゲーマー、プロゲーマーじゃねえ、あの人なんだ、肩書きなんだ、今の黒人さんの肩書きなんだ、無職かなんかやっぱ俺も配信でネタにさせてもらってるからさ、小木さんどうすか、国抜きストリートファイター売れてますかって言ったら、それがね売れてないのよって、毎度おなじみの、俺の方が売り上げを気にしてるからな、こんだけ流してるから、もしかしたら俺の効果でちょっと売れてんじゃねえかって、それがね売れてないのよって。